あ、どうも。聞こえます？はい、こんにちは。こんにちは。石丸前市長です。じゃあ、石丸前市長の方から、何かこのお三方に質問をよろしくお願いいたします。はい、初めから拝見してまして、大変興味深く伺っていました。可能であれば、大きく3つお伺いしてみたいと思います。まず1点目、皆さんの議会、議員に対する認識、心構えなんですけども、私が市長を務めている間、さまざまな問いに対して答えない、議論から逃げてしまう議員というのが確かに存在しました。この点でお伺いするんですが、議論から逃げる議員というのは、是か非か、いずれでしょうか。もう一度、ごめんなさい、ちょっと通信があるから。議論から逃げる議員は是か非かというシンプルな問いです。すみません、こちらのちょっと音声が、まあ、すみません。じゃあ、増田さんの方、よろしくお願いします。議論から逃げられる議員さんが是か非かで、非の考えを持っています。喋らないんであれば、そこの議場に立っていただきたくないなというのが、まあ、こういう立候補する立場というよりかは、その、一市民で議会を見てきたときの考えでございます。完全な非でございます。以上です。あ、石田さん、こんにちは。僕も、まあ、4年間見てきて、それはないだろうという、まあ、方が多々いたので、そういうことはしたくないですし、まあ、もし、そうですね、そういう立場になったら、そういうことはしないと思います。なので、非ですね。以上です。はじめまして、佐々木と言います。議論から逃げる議員は、是か非かで、非です。以上です。はい、ありがとうございます。そうするときに、例えば増田さんが少しお話しされてた、市長が煽るというような表現ありました。市長の問題ではなく、いかなる場合においても議員は相対さないといけないんじゃないでしょうか。それは誰かの責任に帰すことが可能なんでしょうか。すいません、後半部分だけちょっと聞き取りづらくて、申し訳ないです。すいません。はい。スピーカーの問題だと思います。申し訳ないです。はい。誰かの責任にはできないということで間違いないでしょうか。あ、はい、誰かの責任にはというのは、おそらく議員さんが、まあ、発言をしないことは誰かの責任にできないという意味だと捉えさせていただいたんですが、その通りだと思います。極端なことを言うと、誰が相対する人であったとしても、自分の意見をしゃべらない、議論から逃げる、まあ、賛否は示すんですが、討論はしないというのは完全な非であり、まあ、悪だと考えてはおります。以上です。僕もお答えです。まあ、そうですね。人格と、声が聞かないよ。すいません。人格と、その、論じてることって、イコールじゃないと思うんですね。その人、だからなんか、議会見てて、なんか人格とその論じてることが同じように思われてるのが、ちょっとまずいのかな、思いました。はい。以上です。すみません。もう一度ちょっと質問を、再度教えていただいてもいいですか。はい。議論から逃げるのが許されないというのがお三方の見解だったと思います。であれば、私が市長を務めてた際、議論から逃げた議員に対してどう捉えてらっしゃるのかという質問でした。議論から逃げていた、議員をどう捉えているかということでいくと、議論から逃げているという事実がもう明確なのであれば、それは、その人の、職務を、まあ、職責を全うできていないという評価なのではないかなと考えます。以上です。
じゃあせっかくなのでもうちょっと細かく聞いてみますと、例えば増田さんが市長が煽ったというような表現もされてたんですね。それは市長のせいだったという評価をされたように受け止めたんですけども、今お話しされた感じだとお三方ともやっぱり議員の責任だよねという形だった気がしたんですけども、最後もう一回ちょっと整理して教えてもらってよろしいでしょうか。おそらく多分煽ったというのが対立に煽ったみたいな言い方だったかと思うんですが、まあ議論の上で、そうですね、どうしても向こうに対してまっすぐに答えられてないというような、こともあったようにはすいません、お見受けしております。でも多分前段があったんだと思うんですね。そもそも一般質問とかの前の状態の時に対話を望むか望まないかみたいなアンケートを事前にされてらっしゃって、その点でまあ議員さんが喋ってきたことに対して答弁はしませんみたいなことが現実に確かあったかと思います。最初の2021年3月頃が一般質問だったかなと思うんですが、ただそれ以外のところ、逆に言うと石丸市長、石丸元市長が問いかけられたり、まあ反問権で通ったことについて議論から逃げられたような議員さんがいたのも事実で、僕はそれに対しては議員さんの方に非があるなと考えている次第です。ちょっと分かりづらかったら。私が真正面から答えなかったというのは具体的に何を指しておっしゃってますか？何を根拠にそのような評価されたんでしょうか？ですね、確か3月、2021年の3月だったかと思うんです。もし違ったら申し訳ないんですが、すべて、竹岡議員さんだったり、山本和弘さんの、一般質問の際ですかね。の時に、すべて後で書面で回答しますというようなところだけで、議員さんはそれでもこの場で答えてくださいっていうような、質問のラリーがあったかと思っております。で、それが答えてないんですか？それは僕、まあそうですね、僕は市民の感情から見ても、それは、議会の場での答えには僕はなってなかったなと、すみません、感じております。その理由はなぜですか？理由ですか？後で書面で回答しますだけの、もし回答でまかり通ってしまうのであれば、それが正確な回答だっておっしゃられるんであれば、そもそも議会がいらなくなってしまうのかなとも考えます。後ほど書面でやるんであれば、回答するんであれば、一般質問すべてその回答で OK になってしまいます。先ほどご自身が前段があるだろうというふうにおっしゃったんですが、前段は把握されていらっしゃいますでしょうか？前段はもちろん把握はしてます。ただ、多分、煽ったという表現に対して言うと、僕は、まあ、そのように見えてしまった。もっと前段で、話し合うこともできたのではないかなと、すみません、思ってしまいます。前段で何を話すべきだったというご見解でしょうか？私の立場としては、可能な限り問いかけ続け、あの時、一般質問に向かっています。それまでに議会から正当な対応がなかった、回答がなかったので、やむを得ず、あのような答弁をしたという経緯はご理解されていらっしゃいますね。もちろん、理解はしているつもりです。ただ、まあ、個人さんの名前を出してしまうので、なるべくは控えてはいきたいんですが、正直、居眠りだったりの疑惑のところですよね。あそこで、議会側から、今後もそういったことについて対話を望むか望まないかみたいな見解を各議員さんが示されたように記憶しておりまして、間違ってたらごめんなさい。ただ、この中で、対話を望まないと言われた議員さんに、では後ほど書面で回答しますっていうような回答されてたように覚えております。ただ、対話を望まないと向こうが言われても、僕は執行部側からは、それでも対話をするっていう一つ大人な対応を取られた方が、対立は生まなかったんじゃないかなと考えています。先ほど議論から逃げてはいけないというふうにおっしゃったと思うんですが、議論から逃げたのはその場合、議員がスタートで、議員が逃げるからそのような態度に至ってしまったというふうには解釈されませんか？もちろんそういった解釈もあります。ただ、議員は逃げても市長には逃げていただきたくなかったというのが僕の見解でございます。あの場で市長が逃げなかったら議員が態度を改めたというふうにお考えなんですか？じゃあそこについては確かに、まあ、先々のことを考えて、まあ、結果論になってしまうので、どうしても、そうですね、
あの答弁とかいっぱい質問があったからこそ変わった部分は確かにあるかと思います。そういった意味で、まあ、やったことを批判するつもりはないです。ただ、あの、そのやり方でなくても、もう一度お手伝いします。責任の所在を明らかにした方がいいという視点でお聞きしてます。議論から逃げちゃダメなんですよね。その議論から逃げる。何かが起きた際に、それはやっぱりあなたが悪いんだよというような言い方に今聞こえてるんですけども、そもそも何が問題だったかというのをもう一度お尋ねします。すみません。であれば、そこの部分については訂正をさせていただきたいです。石丸市長が悪いという言い方はごめんなさい。僕はしてないつもりです。ただ、他にやり方はあったのではないかなという見解になります。では、具体的に提示をお願いします。例えば、適当な答弁をしないようにお願いします。これは議員として何よりも大事です。根拠を持って主張してください。そうですね。なので、まあ、例えば、議会が、まあ、対話を望まなかった。対話を望まない議員さんもいらっしゃった。でも、その上で対話を望まないんであれば、対話しませんっていう見え方は僕は良くないと思います。なので、書面で回答しますということではなく、今回は対話はします。回答もちゃんと答えます。ただ、今後は書面で回答しますとかっていう対応にならざるを得ないのでっていう注意を挟むっていうのはできたことなのかなと思ってしまいます。それ、いっぱい質問の前からそのように伝えてたんですけども、議長に。はい、はい、多分このような会話を拒む姿勢では、答弁にならないと、はい、いっぱい質問成り立たないというふうに、すでにお伝えしてるんですが、今のお話、そのままだと思いますが、いかがでしょうか。いっぱい質問成り立たない。まあ、議長さんに伝えられた上で、その議員さんがそうされたんであれば、まあ、結果を後から変えることはできないので、そうでもいいから。ただ、答弁にならないと伝えてても、その、話すことはできたと思うんですよね。対話は望まないんだけども、市としてはこういう考えです。今、その時には答えて、後から書面でと言えばいいというふうにおっしゃったんですが、常にその手順は踏んでるんですね。であれば、一体何をしろというふうにお考えなんでしょうか。はい、ああ、ごめんなさい。その手続きを踏まれてるというのは、その、ちょっと前段が僕が整理できてないところかもしれません。申し訳ないです。ただ、あの、後ほど書面で回答しますというお答えだけではなしに、その明確にその場で回答して、ただ次はないですよという注意をされればよかったのかなと。注意はすでにしたというふうに先ほどご説明しました。して臨んでるんです。あの、手段に。注意はしてますよ、ね。なのにもう一回チャンスをやるというのはどういう意味ですか。要はその大人な対応というんでしょうか。大人の対応とはどういう対応でしょうか。はい、先ほどからお伝えしてますように、前段で議会の外では注意はされてるんですけども、議場では。議長に言ってますので、議会の中です、完全に。議会に対して伝えてます。全員協においても言ってます。はい。ご認識がないんであればないということで、それ以上の弁解不要です。分かってておっしゃってるんであれば説明聞きます。もう一度ちょっとお伺いしてもよろしいですか。前段をちょっと整理させていただきたいです。はい、よろしいですか。はい。大人の対応というような表現をされたんですが、事前に議員には忠告をした上で、定例会に臨んでいます、はい。議会の外などではありません。はい。はい。一体何をしたらよかったというふうにお考えなんでしょうか。特に何であればないで結構です。あ、なので、その、ごめんなさい。なので、書面での回答をします以外にも、その本人さんに対してその場で、発言をされてもよかったのではないかと。これが大人の、先ほど、書面の前に忠告すべきだとおっしゃったじゃないですか。あれは違うんです。間違いですか。書面の前に注目。ごめんなさい。一個ずつ大人の対応からまず片付けさせていただくと、そういう会話をされた方が良かったのではないかなという。それはもうしてたというふうにご説明したんですが、ご認識はなかったですか。その認識はないです。僕はしてた。であれば結構です。はい。なので認識を改めていただければ十分です。わかりました。ありがとうございます。議員には説明をして忠告をした上で、定例会に臨む。はい、なるほど。であれば、その前に主張された、煽ったという表現は不適切だったという結論に至るような気がするんですが、いかがでしょうか。まだ他に何かあるのであれば。確かに、煽ったという発言があれば不適切だったのであれば、申し訳ございませんでした。そこについては訂正をさせていただきます。はい。というところから分かるように、具体的な論拠を持って主張すべき立場が議員です。政治家です。はい、その上で、2点目の質問に移るんですが、これ、お三方に改めてお聞きします。
これも確か松田さんのお話の中にあったかなと思うんですが、これから先どこに投資していくか、秋田方市の強み、他にはない強みを探さないといけない。で、私の見解としては毛利元就、サンフレッチェ、神楽、この3つしかないというふうに考えましたが、これ以外で何か思いつくものがあればご教示ください。秋田方市にしかないという意味で言うと、正直僕は他に思いつくものはありません。良さがないというのではなくて、唯一のというところであれば、まあ、この市じゃなくてもできることはある。ただ、一つあえて挙げるのであれば、地元に生まれ育った方だったり、この地にゆかりがある人の、我が市、我が里を思う気持ちというのは良さなので、それは気持ちの面、感情の面で言えばあるかと思っております。以上です。はい、秋田方市にしかないものは僕もその3つだとは思うんですけど、まあ、秋田方市以外で、まあ、中山間地域という括りで言うと、まあ、農地だったり、僕はまあ長州被害対策の、まあ、ちょうどやらせてもらってるんですけど、そういう面で活用できるものはあるのではないのかなと思っております。以上です。秋田方市にしかないものというところで挙げた3つの他でいくと、秋田方市民なのかなというふうに思いました。具体的に何かっていう漠然とした答えになっちゃってますけど、大事なのは人かなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。では、最後の質問です。議会の役割としては何をするではなくて、何をさせないというところに重きがあります。二元代表制においては執行部が市長がアクセルなら議会はブレーキです。この点においてご質問します。来年度の予算、新聞の報道にもありましたが、7億円歳出を削らなければなりません。義務的経費を除いた割合でいうと 10% を縮小するんですね。縮小します。どこを削るべきだとお考えでしょうか。はい、まあ、さっき、まあ、アンケートの回答でも答えさせていただいたんですが、やっぱり一番は議員に対して、議会に対して、まず身を切る姿勢を望んでおります。ただ、まあ、この議員の定数を減らしたところで、この単年での予算の削減には至らない。そうなると、やはり、ただ、個人的な考えでは、子育てのところだったり、これから生まれてくる赤ちゃんだったり、あるいは小学生、中学生とか、こういった、まあ、18歳未満の子どもに対しての予算はなるべく削りたくない。そうすると、他の部分を削っていくほかないんじゃないかというふうに考えております。子育て周り以外のところから優先的に削るべきではという考えです。以上です。はい、僕の意見としましては、まあ、市の前長もされたと思うんです。工業施設ですね。そういうところで削減できるところがまだあるのではないのかな、思いがあります。以上です。はい。市政の、財政のすべてを網羅的に把握できていませんので、具体的に何がっていうところは、答えられないですけども、例えばなんですけども、移動手段っていうところに関しては、効率化ができてないように感じていますし、将来的にはさらに、利用率が下がっていくとか、使わなくなる位置があったりとかっていうところもあったりすると思うんで、まあ、そのあたりっていうところを、着手していくのが考えとしてあるのかなというふうに思います。以上です。はい、どうもありがとうございました。私からは以上です。ありがとうございました。